はい、朝6時ですね。ご飯が炊けました。あ、美味しそうだね、ご飯ね。もう炊きたてです。炊きたてなんで、まずはカモカモしましょうね。美味しいんだよね。うん、だいたいうちだと3合炊くと3日かな、4日かな、まあそのぐらい残りますね。昨日お葬式のカモカモって艶うるまいでちょっとハメ外しまして、血糖値が230とんでもないよね、まあ、じゃあまずお弁当作りましょうか。もうなんか大変だ、さえね。あ、どうしたらいいか分かりませんよ、本当に。230だよ、230血糖値が。これ、どこ行っちゃったの。みんな通してるのどうやって思ったって、うまいね。キャベツはありますね。これもありますね。いつもお話してるように、一日の料理、一日の食事を作るのは朝。ね。で、今日できて余ったら、明日また食べる。そういうふうな感じでね。木綿豆腐、ね。この後から食べましょう。木綿豆腐があって、シャブシャブ肉があるか。確かほら、もつがあるでしょ。これはちょっと下ごしらえしないといかんですね。これイカ、あ、これも下ごしらえしないとダメだな。朝の料理っていう、朝の食事っていうのは、朝何やるかっていうと、うわー、なんか壊れちゃったな。朝何やるかっていうと、一日の使うもののね、これであれだね、木綿豆腐はこれ煮ればいいね。一日のあの調理の下ごしらえなんかもやりますよね。イカは足が早いんで、もうやっつけないとダメですよね。あらあら、あらあら、なんか壊れちゃった。ありましたね。それでまあお弁当とかなんかも作んなきゃいけないんで、まあお弁当はこれっぽいのとかね、入れちゃったりなんかするわけですよね。で、必ず魚だね。これね、鮭の釜に、鮭に、あ、これはあれだね、塩サバが200円。これでね、こう切って、磯だれしちゃいますからね、塩サバね。あ、じゃあ磯辺揚げもしようか。磯辺揚げに焼き鮭ね。これが今日の朝のメインの仕事になりますね。でこうやって見ると昨日のこれがありますから、クリームチーズ散らしてグラタンにすればいいでしょ。まあ良くなる病気じゃないんだけどね、糖尿病っていうのは。あ、これありましたね。これもやっつけちゃっておきましょうかね。おじいちゃん好きだからね。良くなる病気じゃないんだからしょうがないんだけどさ、ちょっとね、お寿司があって、お寿司があってそれ食べちゃったんですね。まあ一個ぐらいいいだろうね、とにかくさ、って食べてさ、もうそれぐらいかな、美味しいな、美味しいなとか言って3つ4つ食べたらもう230ですからね。ちなみに今は130弱ですよね。もう随分落ちましたね。おしっこになって糖が出てるんだと思いますよ。それでね、まあ厄介なもんだ、これは。食うもあれだからね。まあただ、まあ飲酒に打たなくても大丈夫な状態のまんまなんでね。その代わりちゃんとこうやって作んなきゃダメだね。これはこのままオーブンで焼きましょう。あとオーブンで焼くものをいくつか用意しなきゃいけないんで、オーブンで焼くもの、オーブンで焼くものね。だんだんこのレッドソースの方が量が少なくなってきましたのね。そうですね。
あ、これグラタン一緒にしようか。そっちの方が楽しそうだね。でもなんかこれはこれやる方がいいな。よいしょ。この中にどんどんと入れてチーズを入れておく。こうやってね、どんどんって言って、このやっぱり、今日明日ぐらいで食べないと、もう足が早いもんですからね、悪いでしょうね、チャーシューもね。で、まあこれも焼いて、まあ、トミントが結構入ってるから、いいですよね。まあ美味しい。チマッと食べるのは別につまみ食いじゃないですからね。なんかあいつつまみ食いいつもするな。中入れた時に本当にこれ今味大丈夫っていうのを確認するためですからね。ああチーズとか。こうやってね焼きながら温めれば。これちょっとやっぱりこれが冷たいから時間かかるとしょうがないね。はい、皿に鮭乗せまして、OK ですな。これもほら、200円ですからね。僕はだいたい一切れ100円っていうのが目安ですね。これ以上だと、ちょっと高いなっていう感じで。これ以下だと、あ、安いじゃんって感じでね。この標準でね、80グラムぐらいかな、一切れってね。標準量ですね。カマだともうちょっと高くても、お、いいやんってなりますかね。で、こういってオーブンに入った時はこういう風に上段下段で入るようになってます。もうこれで3品できましたからね。やったじゃん、ベリーグー。それで、子供のお弁当。おお、うるさいうるさい。これをね、見ないとしないから、こういう感じでね、これ入りますね。はい、入ります。火が入ります。はい、火が入りましたね。で、これはもう閉まっちゃっていいでしょうね。それで美味しそうなブロッコリーを作りますんで、これと一緒に昔は煮てたんだけど、避難合合で、やめました。そうだよね、確かにね、なんかスーパーに転がってたようなやつから一緒になると嫌な感じするわね。衛生観念ってのは一番難しいですよね。衛生観っていうかね、僕なんかお湯に言うんだからいいじゃないかなって思うんだけど、それは嫌だわっていうのがね、もう合理性とか非合理性とかとは関係ないですね。マイクロバイオームが、決めますんで、あんまり関係ないですね。よいしもう早めにどん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 と包まれてる牛肉とね、これ今炒めちゃって、用意しましょう。もう新しいフライパン買わなきゃいけないからね。そのうち買いましょう。これね、まずは一番最初はお弁当用のおかずが先行しますよね。それでその後で今日一日の料理食べるものがスタートですから、今やって
ピーマンはね、美味しいですよね。大好き。で、まぁ、ちょっと大きめに、やっつけちゃって、いきますかね、今日はね。まぁ、大きさを、やって。キノコがね、入ると、旨味が全然違いますから、でも入れちゃいましょうか。ね、ね、よいしょ。ピーマンとエリンギの牛肉でのソテーってことになりますかね。はい。もう始めた。熱くなっております。牛肉、肉っていうのはか、まあよく勘違いしてるけど、肉をなんか、ものすごく強く加熱しなきゃいけないと思う方が多いみたいなんだけど、逆ですよね。肉は加熱は弱くなきゃいけないんですよね。なんで僕はいつもこうやって、この上に肉を散らしてあげます。この間開いてやった方がいいんですよね。ちょっと野菜がソテーにかかりますから、野菜のソテーがかかりますんで、はい、こちら側ができてきましたね。グツ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 ってね、できてきたんで、本当はこのままですね。このまま置いてきます。で、これブロッコリーですね。ブロッコリー、よいしょよいしょ。そしてひき肉も面倒ですね。ブロッコリー、ひき肉と木綿豆腐をこのままみんなやっちゃおうか。とってもいいね。牛肉のムシムシ焼きですね。牛肉のムシムシ焼きが動いております。で、牛肉ですから、オイスターソースですね。オイスターソースをいつも使ってます。オイスターソースで、このタケノコとチンジャオロースに近い味になるよね。ほらほら、もう上がってきた、上がってきた。僕のピーマンの持ってきた畑の水がね、大好きなの。ピーマンの持ってきた畑の水と、牛肉のね、味がね、一緒になってキノコに入っていきますよね。瞬間あんまり開かなかったからね、こうやって、ここで開き出さないと思うんですよね。美味しそうでしょ。こうやると牛肉が本当に加熱がゆっくりだから、それでピーマンにはちゃんと熱が入っててね、こうやってやるの僕大好き。いいのを取ってくるね。おー、いい感じでしょ。これね、もうちょっとこうやっていこうかな。で、今日はちょっと、贅沢にお砂糖を入れましょう。昨日血糖値高かったからな、もうやけそうだ。結構大変やね。まあ美味しいからね、これね。オイスターソースこのソースはしょっぱくないんで、ここに醤油が入って、これ焦がされますね、ここでね。ね、焦がし味になってきますね。美味しそうだね。
美味しい香りがする。で、これあのそこにつまみが逃げてるんで酒を入れて、今まで蒸発した分の水を混ぜてあげて、これもそうですね。ちょっと味にしてみましょうか。うん、おいしい、うん、美味しかったですね。で、水とお湯が来ましたんで、ブロッコリーを放り込んで、はい、これでスタートですね。こっち側がね。で、こっち側は次は何が始まるかというと、美味しい。できたところで、シークイーンちょっと弱火にしましょう。ね、こちらはブロッコリーが、ブロッコリーが OK になってますね。こっちもうこっちは OK か。ひき肉をジョジョリってねやってますけど、これには今度木綿豆腐とネギが入りますからね。よいしょ。木綿豆腐はあの量だと半分でいいかな。全部やっちゃいましょう。まあ、早いですよ。麻婆豆腐の親戚ですよね。これね。なんていうんだかな。これでいいと思うんですけどね。麻婆豆腐の親戚っていうことで。ニンニクとかが入らないですね。豚肉なんで、豆腐とおばあちゃんは入りますけどね。で、こうやって、ジョリジョリって、熱くしていきます。ね。油がゆっくりと出ますね、こうやってね。ちょっとずつ焦げていきますから、ひき肉は結構こうなるようにしてあげた方がいいですね、もうこの辺からね。油が出始めたらもうちょっとずつこうにして、ジョリジョリってきれいにしましょう。それでまあ、外にネギが入って、半分のネギが入って、もうちょっとスープをね、出ないといかんですね。
ね、牛肉じゃなくて豚肉さんなんで、豚肉さんの時には豆板醤とソースみたいなんだよな。豆板醤にソースがないな。ね、このぐらいのところで通すと、そばにちゃん入れて、カニの味にしましたら、醤油を入れて、ほい。うまみはみんなこっちきますね。こうやると、まあいい味になるよね。で、全体に巻くようにしてあげて、うん、いい感じですな。ところでお茶漬けですね。浮かび上がってもらったら、まあいいでしょう。まま煮込みますけど、ちょっと味は足りないはずなんで、ちょっと薄めに丸鶏のちょっと入れちゃいますね。でこんなにかな、あんまり入るとしょっぱくなるんでね。最後、これがもうちょっと煮詰まったところで、えいっと、なんだっけ、やりますからね。あれ、なんだっけ、片栗粉ね、ちょっとだけ入れますから。まずはちょっとこのまま煮詰めます、しばらく。僕はもうたっぷり煮詰めるの好きなんですけどね。うん、うまい。で、こっちだな。もう十分でしょうね。ね、ほら、これはこんな感じ、美味しそうだね。鮭はひっくり返さないとダメだったね。さっきひっくり返すの忘れてました。妥当なところでひっくり返さないとね、カバカバになっちゃうんだよね。あんま乾かになった時は酒散らしたりなんかもするけど、これは他の料理で気を取られすぎるとあれだよね。もういいですね。この人たちは今やっとここまで来ましたね。下段だとこうなっちゃうんだよね。場所を開けてもらって上段にしてもらいましょう。はい、こんな感じね。こっちはね、で、こちらがこうなってきてます。はい、片栗粉ですね。片栗粉ね、お水溶き片栗粉、弱火にして入れてあげて、よく混ぜながら入れと、まあこんなもあれば通常はいいぐらいですかね。ちょっと強火にしてって火を止めると、いい
感じかな。もうちょっとかな。コンビな。あんまり硬いとね、ガチガチに硬くなっちゃうからね。僕はそれは好みません。ちょっとごま油溶かしてね。美味しいからね、ごま油入るとね。うん、オッケーですね。はい、オッケー。これで出来上がり。味噌汁がまだですね。うん。ちょっと今日は忙しかった。あーと、お魚もオッケー。ニンニクもオッケーだから。これで何品できてるんだ。グラタンでしょ。牛肉のブロッコリーに。この人たちだな。もうこの人からね。ね、鮭ちょうどいいね。まあ子供の弁当には鮭はね、必須品というか。やっぱりある程度タンパク質はね大事で、年寄りにも大事、みんなに大事、そういうもんよ。あとはゆでたそのね、加工肉だね。結構好きだね、これなんかいろんなもの好きだよね。美味しいからね、美味しいものは悪くない。ただし嗜好品は除く。お酒やタンパク質、炭水化物やね、チョコレートなんかもそうだし、もちろんアンフェタミンもお金もセックスもみんな嗜好品。楽しくて気持ちいいからみんな大好き。よいしょ。で最後はこいつらをみんなやっつけ始めないといけないですね。今日一日の料理、食べるもの、朝のお弁当、朝食は大体もうこれでいいんですけれども、それ以外のものをね、作らないといけないですから。その仕事に入りますね。今これがね、こいつらですね、全部ね。どっから行くかな。まずイカはやっつけなきゃ、こうもう中がもうやられてくるんで、内臓とかと分けちゃうんだね。正直これはバラして、圧力鍋で煮ときますね。そうするとすげえうまいぞ。けどまだ急がなくてもいいんだな。まあどれも急がなくていいね。ではまあタタタとやっつけちゃいましょう。まずモツですね。モツね、これね、ずーっとモツにいろんなやり方やってきたけど、結局はね、醤油と圧力鍋でドンって朝やって、それでその油が取れるようにボウルに乗せて、それで夕方にそれを煮るというのがね、一番いいっていうのが分かりましたね。だから旨味がみんなその醤油とお酒とモツの煮たやつの中に出るから、それでもう一回煮るんですね。なんかものすごく臭みが消えちゃうから、圧力鍋でやるとね。それでこういうとこってのはものすごく、ものすごくものすごくばっかりだね。いいです、美味しいですね。美味しいってことは医者や栄養士が知らない良さがあるんだよね。マイクロバイオームが、ここに住んでたわけですから。豚と人間ってほら、臨床人が一緒でしょ。つまり非常に近しいわけですよ。だからこの人たちのここの部分にあるタンパク質っていうのは、おそらくは僕のここの中にあるタンパク質ともよく似てる。それでタンパク質っていうのは9種類、20種類のアミノ酸のうちの9種類は他の動物から取らなきゃいけないわけだから、で、組織的な特異性のある部分をみんな食べた方がいいわけだから。だから、ステーキなんかバカ食ってたらダメよ。うん、ステーキ食いなさいとか、そういうバカなこと言う医者の言うこと信じちゃダメね。うん、もつ食いなさい、もつ。
健康に死にたかったらもつを食え。そんなのな、わからねえよ、健康に死ぬかどうかなんて。まだよ、まあ、けど、まあ、美味しいもの食べてれば健康に死ねます。健康に死ぬってのは死ぬその直前まで元気、これこそが健康だよね。ちょっとだけ酒をね入れて沸騰させて、ね、これで沸騰させましょう。で、醤油と、お水を入れて、これをもうしてあげる。もうここから先は、下ごしらえモードですから、まあちょっとこれでね、酒でここサクッと砂糖入れたりしても美味しいんだろうね。まああんまりようわからんけど、わしにはこれでただ煮るだけなんだよね。お、これもできてる。あ、まだちょっと緩かったね。ちょっと緩いね、やっぱりね。緩かったのはさっきの片栗粉ね、ちょっと伸びてるのを入れて、またこれが入ると今度硬くなったりするかな。全く飲んだってのは思うようにいかない。世の中が出たぜ。こうなってきました。ちょっと僕ごま油入れちゃってね、私はこの時点でものすごくいろんなもんで来ましたけどね、生姜だとかニンニクだとかね、今はもうあんまり入れてないですこれね。ちょっとだけ焼き目入れる程度。おいしいおいしい、肉豆腐おいしい。ちょっとだけ、もつに味をね、入れてるっていうか、なんていうんだろうね、これね、こういう風にするのは、別に誰に習ったわけでもないんだよね。そうだよね。本とかなんか読んでも書いてないんだよな。もつの煮込みってどうするのっていうのはね。これ本当に薄い醤油味で作っちゃって、最後に大根とか人参と合わせて炊き込む時に味で味噌にしたりなんかいろんなことやってますよね。はい、これで一丁あり。まあ今朝もこれだけ作ったから勘弁してもらおうかな。うん、でもちょっと綿取らないとダメだしね、めんどくせえ、後片付けもしなきゃいけない。でもちょっと今仕事で忙しいから勘弁してもらおうかな。そういうわけにもいかないよな、人生生きなきゃいけないから。これを買ってくるんだ、いかないとやったら。昨
昨日のおでんのスープがまだいっぱい残ってる。あれで終わらせちゃいますね。スープとおでんのスープで、おでん昨日おとといかあれ作ったのか。早いね、早いね。なんかあっという間だね、人生ね。人生が出ました。はい。どうでいいかね。これもあっという間だからね。あの人生と一緒で、いかもあっという間です。はい。こうやってね。だからこれだけを取っちゃってね、行きましょうね。綿どうすんだろうな。皆さんにお聞きしたよね、この部分もね、足だけはね、僕は煮ることはあるんだけど、基本的にあんまり使わないですよね。濁るんだよね、どんな頑張っても。どうもあれが嫌いでね、濁られるとね、どうもあれ好きじゃない。お、向こうがシュシュ行ってきました。だからちょっと捨てちゃうかな、あんま新鮮。お、茶道器だな。これも金塊物ですよね。もう下ごしらえがめんどくさいよね。これね、いや、いけ。おお、でかいね。これも一回さっと湯がいて、それからやっつけますね。それから醤油でわっと煮ますよね。美味しいですよ。夜しようか。でも今しちゃおうか。なんかだんだん食いたくなってきた。まあそういうもんだよね。どういうもんじゃい。まあ、食うときに取ればいいだけなんで。ただじいちゃんはあんまり得意じゃないんでね、取ってありますね。圧力鍋 OK ですね。もうあのまんまほっとくだけですからね、夕方まで。まあ1回ぐらい火を入れますけど、まあ圧力鍋ってのは便利なもんだけど、肉が縮むからね、あまり好まないんだけど、もつとかね、筋肉とかはもうやっぱりかなわないですよね。時間的な余裕とかなんかを考えるとね。あ、なんかもうちょっと傷んでる匂いがするな。あ、ちょっと傷んでる匂いがするから、まあちょっと出だめをここだけ残した後は処分しちゃいますか。ごめんな、もっと早くにやっていれば今食べてあげられたのに。まあアク出さなきゃいけないんで、ここでちょっと塩しておきましょうね。ね、塩しておきましょう。んで、こっちの人のいいところだけ、これ OK ですね。なんかみんな取りそうだね。これちょうど目の下あたり、グイーとこだけいそうだね。僕なんかゴジラの敵役を思い出しますよね、これ見ると。なんて名前だったっけね、あれ。本当に何言ったらおかねえよな。こっちの方はもう内臓はね、腐り出しちゃうんだよね。どうしようもない、これは。もうこれでやめとこう。はい、こちらですね。
よいしょ。この温度でねやっていきましょうかね。こっち側にもうこれが捨てちゃってね、もう刻んでこれで塩にこうやっておきましょうね。塩にやっておいてちょっと切っといた方がいいな。おじいちゃんが食べれるぐらいに切っておいてね。これもやっぱり季節のもんだからね。しかもものすごく安くなるからその時期に買うといいですね。なんかあんまり映ってなかったねこうやってね、でさっと僕は湯がきます。それで湯がいてその後で洗います一回ね。それ洗った後でもう一回醤油でドワッと醤油と酒でワッと煮ますんでね。そうすると美味しいですね。美味しいですせ。ネギもあったから切っちゃえ。食べるときに生姜を開けたりするとね、そうですね。よいしょ、向こうの方どうだ。これね、沸騰してきてますね。沸騰したところで作ればいいですからね。その間に、よいしょ、もっと豆腐が落ちて踏んでる。後片付けを始めましょうか。こうやってね、このお湯が煮えてたりする時間とぼーっとしてるか後片付けするかで結構、賢いかどうかが決まりますよね。とにかくなんかしてた方がいいんですよ。必ずあと楽だから、あと楽。まあ人生と一緒です。また人生だよ。なんだよな、人生ってな。ネギとかこれ、これさっき新カキとか。さっと湯がいたやつがあって、ここで、水っていうかお湯っていうかそれで洗ったのでもう一回流れてますから、ちょっとここは使うってのは分かってますからね。でその時湯がくやつはこれって持ち上げておくと。ほらほら見えてきたぞ。これもあとやった方がいい。よいしょ、ね、もうちょっとガラガラっていった方が綺麗だな。もうちょっと待ちましょうか。もうちょっと待ってる、ね、こいつはもうみんなこっちの方に入れてるんですよ。もうどうせさよならするもんだからあんまり手間かけないでね。おお、丸ごとのスープ、お、回ってますから入ります。さっと入れないとね、温度が取られちゃいますから、できるだけお湯は多い方がいいですよね。ね、表面が霜降りになればいいですから、沸騰までしなくていいです。もうこんなでいいですと思います。ちょっと強めがいいんだな、こいつですね。
わっと来ましたな。必ず沸騰させてね、お湯で飛ばして、この味でちょうどいいねっていうぐらいまでしといて、そこに入れちゃいましょうね。あ、ちょっと過ぎてた、失敗したね。まあ失敗ってことじゃないよね、どうせそんなもんよ、人生そんなもんよ。おい、また人生出たかいね。それで、どうしようか、入りますね。干し豚が入って、ちょっと水が入らないとダメでしょうかね。はい、この水が飛ぶぐらいですね。すぐ終わっちゃいます。ごま油は後でちょっと垂らします。ごまです。この間あの出張でどこだっけ、あの愛媛の松山行って、そこであのすげえいい面白い親父の中華料理屋さんで食べて、それからごま油大好きになっちゃいましたね。中国の観光客ってみんなごま油買って帰るんだって、来てましたね。なんとこやなと思いながら、日本は安いから買うんだとか思って、豆腐ステーキなんかもごま油で塗ってるんですね、その上にね。うん、上まで沸騰してるのが上がってきてますね。大丈夫ですね、ごま油ください。そのままギュー、骨いかがずつまで、はい、かたまで使ってください、かたまで使ってくださいって言うんだよね。でもこれ何役だろうね、かたまで使ってくださいって、ね、アクが出てる、アクが出てますね。よいしょよいしょ、アクの出る場所は決まってくるんだな。うん、濃さもちょうどいいね。あ、イカの美味しい味がする。うん、なんか朝からこれで一杯やりたいねほら、うまそうだ、うまそうだろん。ネギはちょうどよかったかもな。今の季節のネギはね、地場物はものすごくいいものが多いですよね。昨日またネギ1個買ってきてたからだけど、あんまり良くない。うん、 OK、 カツオ鍋もこれで OK だな。ということで、今日の料理はこんな感じだね。昨日のおでんが残ってるから、親父の汁はあのおでん使ってもらおうかなね。どうだ、うまそうだろう。ということで、今日も一日頑張りましょう。